来ております。なんかちょっとサイズが上がってまして、最初リーフ見に行ったんですけど、リーフはもう全くなくて、昨日ちょっとねリーフに波があって、見た目は良くなかったんですけど、入ったらすごい楽しかったんです。なんかこう変わった波で面白かったんで今日も行ったんですけど、なくて、で、まあ、いつもの、イクミビーチへ来てみたんですが、こっちはもうリーフと打って変わって結構な波数があります。ほんでセット入ったら割とドコーンって来てますし、何よりもめちゃめちゃダンパーです。やばいやばいなこりゃと思ってるんですけど、なんかもうでも今日これお昼からずっとどんどんもう波が下がってくるみたいなんですね。ほんで今週はちょっと波がちっちゃいような感じの多分らしいので、今朝は入っとこうと思ってるんですが、かなり難しそうです。まあ、切れ目狙っていくんでしょうけど、その切れ目のところに追いつけるのかどうかとか分かんないですけど、行ってみたいと思います。でちょっと今朝はなんか肌寒くて、北風なのかな、北西なんかそんなみたいで、ちょっとひんやりしてます。だからセミドライで入ります。もしかしてもうお日さん上がってきたら暑い暑いかもわかんないんですけど、水温がまだ21度くらいなんで、一応ちょっと風が冷たい時はセミドライにしております。ということで行ってきます。割とこの足元に来る波もすごいパワーがある吹っ飛ばされるの嫌やな飛ばされないように頑張っていきます。それでは本日もよろしくお願いいたします。行ってきます。
休憩したらいけるかな。ちょっと休憩してみます。楽しかったです。
もう基本的に全然焦っちゃいますわ。くたくたになるまで入りましたよ。1時間と5分ぐらい、1時間と5分ぐらい楽しかったです。波これから下がっていくようなので、別に、なんていうんですかね、そんな大きな波欲しくないんですけど、でもちょっと形ですよ、形が良くなりますようにっていうことでね。でそれと、そろそろ梅雨に入りそうです。まあ雨でも頑張ってやりたいと思います。ということで本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では皆様失礼いたします。おやすみなさい。ピヨンかわいそうにおこらピヨン。